どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日もまたこのちっちゃなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみようと思います。皆様ありがとうございます。とうとうガズレレ YouTube チャンネルもチャンネル登録者様1万名突破いたしました。パチ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 。まあ本当にね、1万名の方がチャンネル登録してくれたなんてもう本当にアンビリーバブル、信じられないぐらいのことなんですけれども、まあその分ね、あの気楽に音楽を始められた方が増えたということで、まあ私が思ったことがどんどん広がっているんで、これはねやっぱり、ね、音楽はね聞くよりやる方が楽しいですからね。はい、じゃあその上でどんどん進んでいこうと思います。今回は1万人突破記念ってわけじゃないんですけどね、あのやっぱりウクレレといえばジェイク島袋さんでございます。で、私ソロウクレレをね、あんまやらないというか歌うの大好きなんでと思ってたらですね、いい曲があったんです。フラガール虹へという曲がありました。この曲はですね、あのフラガールって、なんだっけ、スパーリゾートハワイアンズのその復活劇を描いたような映画のテーマソングになっているようなんですけれども、テルヤ美穂様という方が、歌っておられて、ジェイク島袋さんが曲を作っているということですね。結構ウクレレやってる方からはすごくリクエストもいただいてたんで、これを機にですね、演奏してみようと思うんですけども、まあいつものように簡単コードアレンジにしてますので、毎度のことですが、ウクレレって一体何だろうと、私にもできるかなとか、どんな曲ガズさんやってるんだろう、見たい方はこちらをクリックしてください。ピッ、はい、こちらの方に解説載ってますんで、ぜひ一度ここブックマークしてくださいね。ここのあのブログの1ページなんで、はい、お願いしますね。じゃあ、あのいつものように2パターン、超簡単シンプル4つ弾きバージョンと、後半は16ビートなんで、この曲はジャン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 、あのかっこいいバージョンでやってみようと思います。じゃあまずは簡単コードじゃね、簡単4つ弾きバージョンから弾きます。フラガール虹へ、いきます。歌から始まるんですよ、これ。いきましょう。大地に光を、果てしない夢を、太陽にキスを、変わらぬ瞳を。やってみました。4つ弾き簡単バージョンでやってみましたけれども、いかがでしょうか。すごいね、なんていうのかな、スッと入ってくるメロディーなんですけど、実は歌ってみると歌の入るタイミングとかそういうの結構難しいので、この4つ弾きでやるとそのなんていうのかな、言葉のタイミングがすごく分かりやすいのでおすすめですね。まずじゃあコードの解説をしましょう。ほい、どうぞ。これがちょっと最初前奏のポイントです。 C サス4から C、よく出てきますよね、これを見てください。 C に2弦の1フレットを足しただけですよ。こういうのは、だいたい元のコードに戻ります。元のコードっていうのは C サス4って書いてあったら C に戻る、 G サス4って書いてあったら G に戻るとか、そういうものですね。 C サス4から C、こういう始まり方です。うん、
これはたまたまにたまによく出てくるんでチェックしておいてください。シーサスポーカーシー。あとは基本的には入門コードですね。Em7G7 これね、ほらここ止まると同じ親戚です。はい。Am も1本、F は7名。はい。A7 も1個ですね。この辺ちょっとね、あのまあ A7 と Am いろいろ使い分けがあります。Dm も F の親戚みたいなもんでよく見るとね、これとこれ一緒でしょ。こうやって親戚関係で覚えるといいですよ。で、あのですね、まあ、この辺はいいとして、この、ま、赤で囲った Fm っていうのがね、後半のかっこいいバージョンでは出てくるんですよ。その Fm がなかなかね、皆さんスッと抑えられないっていうことで、これが今回のテーマです。これからだから簡単バージョンの方は Fm 使わなかったので結構できると思うんですけどね、注目ください。この Fm じゃ抑え方やっておきましょう。まずです、ここと一弦の C のところと、ここだな、私は小指使ってますね。小指をここ押さえて2弦と4弦の1フレット、薬指を浮いてます。こういう状態ですね。これが Fm です。なんですけど私はですね、急にやるんでこれ親指を使っちゃうんですよ、4弦の。それでも音が出てればいいですよ。これでも、はい。でこうやって押さえる方も中にいる。人差し指が私の場合こう一番上になってますけど、まあ、こうやって押さえる方もいるです。まあ、これも別に音出てればいいんで、あの大丈夫だと思いますが、はい。じゃあこれ Fm も入れた16ビートかっこいいバージョン後半は、これはですね、皆さん憧れの16ビートですから、ちょっとじゃあ集中してやってみようと思います。16ビートでもチャを入れたバージョンでやってみようと思いますが、16ビートに関する再生リスト、 YouTube の再生リストここにリンク貼っておきますんで、やってみてください。それではかっこいいバージョンやってみましょう。いきます。大地に光を、果てしない夢を、太陽にキスを、変わらぬ瞳を。ガール虹かっこいいバージョンやってみましたね。かっこいいですね。16ビートチャーをやると、まあところちょっとパンツタスタタパン、このドラムの感じがちょっとね、パーカッションのこれで表現できて、またさらにこうグルーヴが増す感じがしますね。はい、いかがだったでしょうか。この曲、あのご存知ない方もまあいると思うんですけど、あのね、ウクレレやってる方は結構この曲が大好きな方が多いそうでございまして、まあお恥ずかしながら私もですね、言われてあの初めて聞いたんですけど、なんか今はもうね、知らないうちに口ずさんでるような状態ですから、はい、まあいろんな曲をこれからもどんどんウクレレでね、あのちっちゃいのにでも何でもできるすごいやつです、この子はね、はい。で、勝手にガズレレ、まあ、全国全世界に広がっております。こちらクリックしてください。そんな感じでいろいろやっておりますんで、ウクレレでワイワイ楽しみましょう。じゃあね、さようなら。また会いましょう。バイバイ。